皆さんこんにちは、アツコストロンゲストです。今回ご紹介する本は、はいこちらです。地上最強の男、と百田尚樹さんです。で、百田さんはですね、えっ、ー、とモハメッドアリがあの一番ですね、こうカリスマがあって強い男だというふうにあの思っていらっしゃるようなんですね。 でそうでですねであのボクシングの歴史というのはですねまあ、意外と古くてですねその昔から、えー、とまあ、今までの歴史も詳しく書かれていらっしゃいます。でまあ、知らないことはとにかく多いんですけれどもそのモハメド・アリがですねあの兵器を拒否していて、まあ、それの対応も大変だったというようなことはですねちょっとこの本読んで初めて知りました。 でまああのー、もちろんですねモハメド・アリ以前にもその強い人はいてモハメド・アリがですね、まあ、亡くなった前後にももちろんいるんですけれどもやはりカリスマとしての、えー、とボクサーは、えー、と一番がモハメド・アリということだったようなんですね。 でまあ、何しろまあ危険な競技なもので、まあ、ルール決めとかもですね結構細かく昔からいろいろあったようなんですけれどももうですね読んでるとですねもうこちらもハラハラドキドキするような場面がもうたくさん出てきてですねあの本当にですねあの一つ読みをなんでしょうねその試合の風景を読み終わるごとにですね私も手に汗握るようなもうですねあのハラハラドキドキな場面がたくさんありますので,あのです、ね、皆様にも ぜひ読んでみていただきたいと思います。はいい今回もご覧いただきまししてありがとうございましたまたこのようにですねハラハラドキドキの面白いお話がありましたらこちらでご紹介しますので次回以降もまたぜひ見ていただけると嬉しいですよろしくお願いします。